すごい。味噌？味噌？から開けまーす。ピンと合ってる。ごきげんよう、山口愛希です。今日は京都に来てます。で、お餅団子を食べました。平安時代から続いてるから1000年ぐらい続いてる、団子、お餅団子、めっちゃ美味しかったです。ぜひ皆さんも行ってみてね。今宮神社にお参りしに行きます。さすがにお団子だけ食べて帰ることはできませんので、神様にご挨拶して、行きたいなと思います。じゃあ行ってきます。すごい、これがきっと舞をするところですね。ここで秋の夕日に照る山もみじ、恋も薄いも数ある中に。はい、帰ろうか。うん、ただ音程外れてた音程外れてた、うん。